本項目では、サウジアラビアのスポーツについて解説する。サウジアラビアの国立競技場、キングファハド国際スタジアムサッカーはサウジアラビアで人気のあるスポーツである。近年、サウジアラビアでは、サッカー人口が増え、何人かのサウジアラビア人選手がヨーロッパでプレーしている。サッカーサウジアラビア代表は、サウジアラビアサッカー連盟により結成されている。SFF は、 サウジプレミアリーグ、クラウンプリンスカップなどを運営している。サウジアラビア代表は4回 FIFA フフワールドカップに出場しており、1994年、1998年、2002年、2006年大会に出場している。サウジアラビア代表は AFC アジアカップにも8回出場しており、1984年大会で初出場を果たした。 アジアカップでは1984年大会、1988年大会、そして最近では1996年大会と3回の優勝を果たしている。現在のサウジアラビア最優秀選手はサウジアラビア、代表キャプテンのフセイン・スライマーニーである。サウジアラビアは、ガルフカップや AFC チャンピオンズリーグ、ワーファカップにも毎回出場している。バスケットボールもまた、 サウジアラビアで人気のあるスポーツである。バスケットボールのサウジプレミアリーグでは、バスケットボールアジア選手権に出場する選手が何人か所属しており、マクムード・アブドゥルラウーフのように NBA でプレーした選手も所属するようになっている。ラグビーはサウジアラビアではマイナースポーツであるが、国内のラグビークラブの多くは1970年代に結成され、現在もプレーを続けている。 サウジアラビアのスポーツナショナルチームには以下のようなものがある。ありがとうございます。